光苔は、光苔か、光苔族の苔で、一か一族一種の原始的かつ貴重な苔植物で、ある。その名が示すように、洞窟のような暗所においては、筋力色に光る。北半球に分布し、日本では、北海道と本州の中部地方以北に、日本国外では、ロシア極東部やヨーロッパ北部、北、アメリカなどの霊量な地域に広く分布する。 洞窟や岩陰、倒木の陰などの暗く湿った環境を好む。日本の自生地には、マッカウス洞窟、長野県佐久市や光舞寺、群馬県妻恋村、吉見百血、北の丸公園などがある。光苔の葉の細部小型の苔植物で配偶体は1センチメートル程度。葉は皮身型で、ついたち柄は5ミリメートル程度で直立し、 先端につく1日は休憩。原子体は一般的な線類が持つ四上細胞の他に直径15マイクロメートル程度の球状であるレンズ状細胞を多く持つ。光ゴケは自力で発光しているのではなく、原子体のレンズ状細胞が暗所に入ってくるわずかな光を反射することによる。またレンズ状細胞には、 幼力体が多量にあるため反射光は筋力色になる。生育環境の変化に敏感で、わずかな環境変化でも故死してしまうほどに脆い存在である。そのため、生育地である洞窟の開発や大気汚染、乾燥化などの影響を大きく受けて、その個体数は減少し続けていると言われており、絶滅が危ぶまれている。日本では、 その生育地の大部分は国立公園内にあり、採終は規制されているほか、国や地方自治体により天然記念物に指定されている。日本では環境省により、レッドリストの純絶滅器具の指定を受けている。純絶滅器具、ありがとうございます。